こんにちは、ベビチューブです。母乳育児になるかミルク育児になるかは生まれてからじゃないとわからないから、まあ、とりあえず1本準備しておくと安心だよね。そうだね。あっという間にもうサイズアウトして使えなくなったり、もしくはその逆でもっと小さいサイズが必要になったりもするよね。あとお汁拭きは肌に合わないこともあるから少ない量で準備しておくといいよね。ひとまず最低限この量があれば安心だね。そうだね。あとは赤ちゃんの体の大きさとか季節によって量を増やすのがいいと思います。退院時から必要になる時もあるよね。ベビー布団は敷布団が硬いのが特徴で、赤ちゃんの柔らかいふにゃふにゃの体に合った硬さになっているから、とりあえず一組準備しておくと安心だと思います。肩周りのケアとか、あとおへその消毒なんかにも使ったりするよね。やっぱり大人用とサイズがかなり違うから、赤ちゃん用を準備したいなというママはチェックしてみてください。爪切りは生まれてすぐ必要だったよね。で、大人用と違ってハサミでこう切るんですが、結構3歳ぐらいまで使うよね。ガーゼは沐浴、授乳の時、朝の顔拭きもなくなっちゃうので、かなり量が必要でした。泡タイプだとすぐシュッと出るからね。それも便利だよね。退院後1ヶ月検診で一緒にお風呂に入っていいよって許可が出るまでは沐浴をするよね。ベビーバスは専用のものじゃなくって、いろんなもので代用する人もいると思うんだけど、必ず別にお風呂に入るから、何かベビーバスになるものを準備しておきましょう。はい。出産準備はママもお腹が大きくなると準備も一苦労になるので、早め早めに進めておきましょう。